みなさんこんにちは。デジマークッキングのチョウです。今日は低カロリーのリコッタチーズの作り方を紹介します。材料はミルク、レモン、と塩、3つだけです。ミルクは成分無調整のものを使った方がいいです。低脂肪のものを使ったら固まらない可能性があります。さあ始めましょう。ミルクを鍋に入れて火にかけます。ミルクが温まるまで膜ができないように時々軽くかき混ぜます。細かい泡が出てきたら、だいたい75度ぐらい足したら火を閉じます。ミルクは絶対に沸騰させないようにしてください。レモン汁を少しずつ入れながらゆっくりかき混ぜます。3、4回に分けて入れた方がいいです。レモン汁に含まれるクエン酸によって凝固させますが、レモンの個体差により含まれる酸味は多少の違いがあります。固まらないようであれば、少しずつ酸味を足してください。乳脂肪がホロホロと塊が出るまで混ぜます。あとは触らずにそのまま15分ほど置きます。ボウルにザルを重ねます。さらにガーゼをかけます。上から鍋の中身を静かに注ぎ入れます。ガーゼの中に残るのがリコッタチーズです。ボウルに残ったのは乳製です。味がさっぱりするのでドリンクとして飲むとすっきりします。このボウルが大きいです。ちょっとちっちゃいボウルに交換します。ドリンク以外はお菓子やスープ、中華饅頭を作るときに入れたらより一層美味しくなります。しかし、乳製にたくさんの乳糖が含まれていますので、乳糖不耐症の方は注意してください。こぼれないようにガーゼで全体を包みます。重いものを上に乗せます。水気が切れるまで4時間ほど冷蔵庫に置きます。4時間後、冷蔵庫から出します。ここまでなら食感はカテージチーズです。大きいボウルに入れます。塩を入れてミキサーで混ぜます。こうしたら固まったタンパク質の量子を物理的に細かくします。乾燥しすぎたら、途中乳製を少し加えても大丈夫です。ただこれだけのテーマをかけたら、滑らかさが全く変わります。出来上がったリコッタチーズは濃厚でクリーミーです。もし最初は牛乳は沸騰させると、最後にボソボソとしたものが出来上がります。だからミルクは絶対に沸騰させないようにしてください。測ってみたら、1リッターのミルクを作ったら 200g のリコッタチーズができます。密封して1週間ぐらい冷蔵庫保存できます。乳製ドリンクを1杯飲みましょう。カップに氷を入れてから乳製を注ぎ入れます。蜂蜜を加えます。飾り用の葉っぱを乗せたら完成です。飲むときはかき混ぜたらお召し上がりください。こちらはデジマークッキングです。次回もお楽しみに。